当にうちのリスナーしてる人だったら俺土下座して謝る。いやだって投げれないんでしょ、うちのリスナーじゃないから。やめるわクソもねえんだよお前、そもそもリスナーじゃねえのに。調子乗ってんじゃねえよてめえ。お前の魂胆分かってんだよこの野郎。クソクソババアクソクソババアクソババアクソクソババアクソババア、わーいわーい。俺本当にね子供おじさんだからね、みんなが思ってるより。逃げんな逃げるな逃げるな追い込むよ462号さん。本当に調子乗ってっと、うちの香ばしいキツネミンが。いいんですか配送って言われてるけど。逃げるんですか、逃げちゃうの。逃げたわ。そういうね意地の悪いコメントするからだよ、大してリスナーでもないのに。タヌキやりや喫煙つまらん、出た自己主張強めの人。タヌキだらけのところでね普通にコメントをして目立ちたくて仕方ないタイプの人、出た目立ちたがり。アイテム投げれば目立てるのに。やめてよ、俺が好きで狐やってるんだから、そういう時は狐でね遊んでよ、指図しないでよ、うん、やめてよ文句言わないでよ俺の配信やり方に。そもそもゼロリスなんていうのいなかった。これ1位になってなくない、どうなの。ロックオンだ、答えてね、俺質問に答えたから。どうなの161号さん、まず自分の頭で考えてコメントしようね。今論破モード入ってるから逃がさないよ161号。ゼロリスがいるから1位になってるんだよね。それでゼロリスいるのっておかしくない、どうなの161号さん。コメントしないと敗走って言われるよキツネに。わかるよね、1位になってるよね今 A の動物ランキング。わからないの、見えないの。今動物ランキング1位なんだけど、どうなの。わかるよねじゃなくて、へえじゃないよ。ゼロリスいるのじゃなくて、いるからなってるんだよね161号さん。違うの、いるんだね一応って。いなかった1位になれないよね、少しは自分の非を認めたら。頭の悪いコメントしてるんだからちゃんとしようよ本当に。夜中にキツネで性格悪いコメントばっかしてないでちゃんとしろよ。自分もね枠主も幸せになるようなコメントを打つ努力しろよ161号。まだやるかい、一人だけとか言って食い下がってるよこいつ。悔しくなって顔真っ赤になって画面越しで、まだやるの一人だけとか言って。一人じゃないけど、まだ嫌味やる？悔しいんだろうね。バカにしたらバカにされちゃってさ、悔しいんだろうね。面白いわけないじゃん、真顔でピキってるのに顔プルプルさせて。
面白いわけないじゃん。こっちが面白いんだよ。君がね、今面白いわけないじゃん。バカにしたらバカにされて。やめてよ、そういうの。あ、259号さん、お疲れ様。まだいたの？ほら、俺も幸せ。この人も心が綺麗なんだよ。面白いから言ってる？嫌味を書くことが面白いの？その面白さ間違ってるよ。意地悪なコメントすることが面白いって性格悪すぎな。161号さん、いじった方が面白いから。あ、そういうこと？嫌いじゃないの？いじってくれてるの？それだったら俺がいちいちガチレスしすぎた。うん、それだったらね。嫌いじゃないの？じゃあごめんね、いちいち無機つかガチレス論破モードに入っちゃって。今論破モードに入ってるから論破一舞踏会始めるわ。口で勝てるやつ、まあ、電話する度胸ないだろうからコメントでやるやつちょっと来て、一人ずつね。じゃあ304号ね、いいよ、文句言ってきて。475、次ね。はい、304号からどうぞ。早く、はよ、遅い、論破。はい、次、次ね、次にして。遅い、手挙げる前に考えとけ。遅いんだよ、論破。早く文句言ってこいっつってんだよ。アンチいないの、もしかして？ガチアンチ。いやでもね、最近ねアンチがねいない可能性があって、雑談たぬきがもうかそりにかそってるんだよ。1年前はね、あの上位だったんだよ俺の雑談たぬきって、常に。でももう3人とかしかいないんだよ、雑談たぬきが。アンチがいないんだよ。あのファンチっつか、いじってくるやつはいるけど、もう本当のガチだから、もうアンチに飽きられてる。だからアンチしがいがないんじゃない、多分。うん、で最近誰が上位にいるかもわかんないわ。いや俺よりも前のとこの方が人が多いぐらいだったと思う。あ、ポルポン多いね。確かに羨ましいよ、ポルポン多いわ。松平源のスレッド見たことない。毎朝モンジョリも多いね、100人超えてるね。でも分母がでかいからじゃない、モンジョリ先生は。分母がでかいからだと思うよ。ちょっとどなたかゴールデンレトリバー出してください。ゴールデンレトリバー。あ、リリーさんも多いの。まあ、ブロックする人ほどやっぱ多い気がする。うん、ブロックされたらやっぱ雑談たぬきに悪口を書きに行ってしまう、ふわっちみんな。ムカついてね。で、今ふわっちってあのシステム変わったんですよ。ログアウトして見れなくなったね。これはあんましないよ、ブロック。面倒とか以外。今ログアウトして見れなくなってる。うん、だからサプリくんの音楽見たいと思っても見れないんだよ。でちくわでも見れない。
ちくわでも見れなかったよ。ブロックされてるんでってなるけど。だから本当にブロックされたら見れなくなっちゃうから、みんな気をつけた方がいいよ。ちくわ見れないのはバカだからちょっと教えてよ。俺見方わかんないわ。見る価値ある。や、気になるじゃん。そんな何十万も一気に使ってるとかって聞いたら、まあ、俺は今やめたからあんま気にならないけど、前見ようとしたんだよ、うん、動画として見れなくなったんだよ、ふわっち。音カジから配送 OK。 あの音カジをやめるっていうのは逃げじゃなくて勇気、わかる？前進なんだよ。ギャンブルに逃げるっていうのは己の弱さ、つまり俺は強くなってるんだよ。これわかるよね。ギャンブル、酒、薬、女っていうのはそこに依存してしまうのは自分が弱いから、弱いから何かに依存してしまうんだよ。だから俺は依存しなくていいようになりたい。わかるよね。ちくわってちくわちゃん、あのふわっちちくわちゃんで調べて出てくる。ドンパイジ武道会始まってる。始まってるんだよ。前日さんやばい、大してやばくないでしょ。ちょっと負けてるぐらいでしょ。論破、うん、年末音カジやるの楽しみだったの。年末はお雑煮配信するから論破。はよきつねやめろ、お前に言われる筋合いはない。てめえでなんかやれ、俺に指図するな小物。てめえみたいな小物はもうかな。電話してくるか、直接対決するか。逃げるんなら文句言ってくるなよ。どうなんだ、キツネやめろって言ったやつ。キツネのタヌキの前で曲がるからって俺の配信に口を出すな。キツネでいいんだ今は。大きなおせっかいなんだよ。そんなことは。おせっかいはやめてくれよ。この時間眠たい人は葉っぱつけるのがめんどくさいの。これみんなそうだよね。どの層を大事にしてるかっつったら、普段葉っぱつけてタヌキでコメントしてる層。正直俺の配信は見てる、でも普通にはコメントしないよ、匿名でコメントしてるよっていう人に楽させてるのね。バランス考えてるんだから楽なんだよ。大変なんだよ、毎回葉っぱつけてコメントして、毎回葉っぱつけてコメントして、もう眠たくなってくるんだよ。リスナー思いの配信者にかかわらず1時間花火も飛ばないんだから、この時間って一番リスナーとしてありがたい時間帯なんだよ。見る枠がないね。でも寝れない、何見るの。あ、ふわっち開いてもつまんない、まあ、とりあえずゼロワン見とくか。見とくかって見てるんでしょ、うん、だったらありがとうの花火なんだよ。でそれがないじゃんね。で俺も寂しい、暇だから俺も紛れてるんだけど、みんなもそうじゃん。じゃあ花火違うんならね、ありがとうの一言あってもいいんじゃないの、うん、ありがとうって、ありがとうねゼロワンって、心を込めてね。送信ボタン押すんだよ。心こもってる？うん。心を込めて送信。